とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ちょっと検証をやってみたいと思います。11月30日、2日前ですかね、のアップデートで、エンチャントスミスが変わりました。まず、改造のコストが減った。まあ、前がね、250必要だったんだけども、今は100で、1回変更することができるようになったんだよね。で、これができるかどうかわかんないんですけども、重複したエンチャントがつくようになったよっていう風に、書いてありました。多分ね、直訳だからちょっとわかんないんだけども。なので、クールダウンとか、採掘者、あと輝き、もともと重複することがあるけども、エンチャントスミスでは、できませんよっていうやつができるようになったらしいんだよね。今日はそれを、ちゃんとできるかどうか、調べてみたいと思います。防具がやっぱ分かりやすいもんね。防具が分かりやすいので、まあ、何でもいいから、防具にクールダウンを3つ、つくのかどうか調べてみましょう。まあ、とりあえずね、この輝くローブ。これでいきましょう。実際のところ、クールダウンは真ん中1個だけですね。それがつくのかどうか。まあ、ずっとやっていってみましょう。つかないね。あ、でもね、この、エンチャント変更が、あ、どんどん減っていくの。あ、違う。多くなっていくのか。72とかなってる。あ、これが最高で100になるっていうことね。はいはい。これはね、ほんとやりやすくなったね。93、98、で、100。で、次からはもうずっと100のまんま。あ、だね。でも、一向にクールダウンはつかない。まあまあ、まだ、初めて、そんな時間経ってないからね。どんどんやっていきましょう。一応この採掘者。これもわかりやすいよね。採掘者も、重複しますので、見ていきたいところ。ここに採掘者、もしくは、クールダウンがつけば、OK っていうことですね。では、どんどんやってみましょう。あー!ついた!採掘者ついたぞ!重複した!ということは、クールダウンも、重複してつくよね。つくよね。今までこの採掘者とかは、つかなかったんだよ。え、これクールダウンもつくでしょう。ちょっと待って、もう一回ちょっとやってみますね。え、ちょっと待って、今待って、ちょっと通り過ぎちゃったんだけども、え、採掘者が同じところについたよ。こんなことあったっけ。今までないよね。採掘者が同じ場所に着いた。え、そんなことある。いや、まあそれがあるようになったんだな。ということはもうクールダウンも出るでしょう。はい、つきませんでしたけども、でも見たよ。俺はしっかり見たからね。採掘者は重複したし、同じところに採掘者がついた。うん。これ多分、全部のエンチャント欄が、採掘者もしくはクールダウンでいける気がする。ちょっと待て待て待て。クールダウンがまだついてなかったので、一度リセットして、もう一回試してみますね。あー、ついた!ついた!ついたよ。クールダウンが、ついた。これは、ちょっと待って。え、こっちにも行ってみようか。3つ重複したらすごくない?ついた!ついた。クールダウンさんできたよ。いやー、これすごい。マジでか。
これはね、やばいな。もう改造で、クールダウン4のやつを作れるね。あ、4っていうのがもともとついてるやつね。はい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 。あ、じゃあ最強装備作れるな。黄金に、ポーションバリアとかをつけてやって、で、下をクールダウン3にすればいいからね。黄金はさすがにね、まだ変えれないんだけども、下は、もう重複してつけれるようになったので、いやー、すごい世界になったな。そうか。ま、とりあえずギフト会でね、このクールダウン3っていうのは結構欲しがる人いるんだよね。なので、黄金に、やっぱり一番いいのは、ポーションバリアかな。もしくはタンブルビー、ヘルスシナジー、そこら辺が需要があると思うんだ。それをとりあえず、つけた、クールダウン3のやつを作ろうかな。配るように。もう俺はすでにギフトでもらってるんだけども、ちょっと配るように作ってもいいかもしれないですね。いやー、これはやばい。はい、ということで、今日は検証をやってみましたけども、やっぱりね、直訳の通り、重複します。これはやばいです。で、もう一回やってみたら、こんな感じになった。クールダウンが2つ同じ場所についてる。これやばいっすね。まあ、同じところにつく必要はないんだけども、まあ、このクールダウン3っていうのが作れるようになりました。意図的に。これは本当にね、すごいことだね。あ、ちょっと待って、カスタムが載ってないな。カスタムなのに、カスタムがついてませんね。ああ、いや、なんかついた。まあ、これは、とにかくすごいので、まあ、次の、ギフト会まで、そうね、土曜日ぐらいしようかな。まあ、まだちょっとわかんないですけども、やる前には告知をしますので、お願いします。撮影を終えてコメントをチェックしてたんですけども、黄金のスキルでついたやつも、下のエンチャントにつくよっていうコメントをもらったんだよね。ありがとうございます。まさかクールダウン最大 5? 最大 5? とんでもないよね。で、本当につくのか、やってみました。やってみたところ、できました。勇者のアーマーのクールダウン4。これとんでもないよ。で、まあ使いやすいように、クールダウンを3入れて、1個、ポーションバリアもしました。これめちゃくちゃ使いやすい。実際これ、これじゃないやつを以前もらったんだけども、使いやすかったのよ。で、これも一応クールダウン4でもいけるし、3プラス、ポーションバリアもいける。そういう風に作りましたので、これもね、ギフト会で配りたいと思います。そしてね、もう一つ。これ、輝くローブのクールダウン5! で、しかもちょっとなんかね、遊びでつけてみたら、クールダウンがとんでもないことになった。でも実際のところ、クールダウンは 1,2,3,4,5!クールダウン5です。強いのか強いのかすらわからない。まあ、一応、4プラス、ポーションバリアでいいようにしときます。ちょっとね、黄金を使いすぎたので、これはちょっとね、やり直すんだけども、まあ、この輝くローブも、クールダウン、4選べて、もしくは、ポーションバリアまでできるっていう風に作っておきます。いやー、すごい時代だね。すっごい時代だ。で、ウィザーとかも、ちょっと良さそうなやつがあるので、これを作り変えていきます。タイタンも、多分ソウルビルドで使えそうなんだよね。ウィザーアーマー、タイタン。この二つもちょっとソウルビルド用に、ちょっと作り変えてみます。はい。まあ、とりあえず、まあ、なんかこれはお遊びなんだけども、クールダウン4もしくは5の装備を作っておきます。はい。で、ギフト会するときにはですね、また、告知をします。告知をして、やりますので、見た人はぜひ参加してください。よろしくお願いします。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。